夏を制するもの、冬を制するでございます。あー、生きた。ペース層とか も、うん、もうタイムもうちょっと若干落ちると思うんですよ、うん、でもそれは もちろんそうです。やる気関係森明チャンネルです。よろしくお願いします。さあ今日は十田先生来てくれている8月の練習方法でございます。はい、もうね、うん、夏を制するもの、冬を制するでございます。あー、生きた。これはもう夏どんだけ汗かくかよね。はい、こんな暑い時にサボるか、はい、動くかで変わりますか。はい、もう全なるほど全違います。あのね、もう冬結果出したかったら夏は絶対走るべきです。はあ、夏ってもう練習するの もう気持ち的にも嫌です。いや、そうですよ。し、はい、でもうペース層とか もうタイム もうちょっと若干落ちると思うんですよ、うん、でもそれは もちろんそうです。気候的にも暑いですし、うん、春みたいなタイムで走るのも難しいと思います。ただ落ちても夏は走ってることが重要なんですよ。なるほど。なのでもうペース層されてる方はもう普段よりペースをもう20秒落とす。もう落としていいんだと。落としていいんです。とりあえず走ること。なるほど。でインターバルとかされてる人はもう10秒落とす、うん、はい、もうとりあえず走る、やる。夏走ってたら絶対冬結果出ます。出ます。もうこれは聞く人聞く人も全員言ってます、うん、あのね、やっぱりね、昼間暑いから、はい、やっぱり早朝、もう時間帯なんでね、時間帯早朝ですよね、はい、それがまあナイターなんですね。そうなんです。日暮らしを聞きながらね、あもうこれでもかってぐらい泣くんですよね。泣くね。日暮らしで朝焼けとともに泣くよね。泣きますね。なるほど。うまこれいけるやろ。うまいですね。日暮らしを聞きながら、はい、やっぱりね、じゃあのアップだ、あの何このアップ、はい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 、始まんねんなと思ってね。はい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 。でもなんかそんな時にまだふとね、はい、あ、僕まだその高校時代みたいに、はい、青春してるわっていうのはあるね。特に夏の練習やってると朝は朝で、はいはい、ほほ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 、鳩さんですね。あの鳩もね、ドバトが鳴いてますよ。俺まだやってんだなって。ちなみにその距離とか練習量でいうとどうなんですか。はい、でもね、距離は別に僕はめっちゃ走らなくてはいいと思うんですよ、うん、とりあえずまあ1時間走るにしても、うん、ほんまにいつもよりペース落としてしっかり走る、うん、ここだけポイントです。本当に朝にやって、はい、やることだけやって帰ってきてシャワー浴びて、はい、ご飯食べたら結構食べれたりするからね。そうなんですよ。帰った後のご飯確かにめっちゃ美味しいですね。美味しいね。それできんかったらもうそうめんばっかりや。そうね、もうそうなんですよ。そうめんば、朝そうめん、昼ざるそば、夜そうめん、乳麺や。な、喉越し楽しいの。全部麺類。やっぱ走った後に食べるスイカもうまいね。最高なんですよ。カリウムがめちゃめちゃいいらしいね。スイカってもそいね、汗かいた後に。やっぱ夏野菜ってすごいいいですね。そうやねんて、いいねんて。果物ゲーム。だからでもやっぱり十田先生の言うのに、はい、夏どんだけ頑張れるかっていうとこやなと思うわ。夏制するものは冬を制する。なるほど、はい、まあ無理ない範囲でというのは大前提ですけど、大前提けど、ね、でも、はい、ペース落としてやってください、うん、はい、ビールうまいです。終わった。また誘い文句を。なるほど、わかりました。では皆さんこれをね、参考にぜひ練習頑張ってください、はい、頑張ってください。そして9月以降の分に関してはもう過去に9月の動画撮ってますんで、はい、ぜひそちらも練習参考にしてみてください。よろしくお願いします。しゃ、考えてみたらね、はい、振り返ってみたら中学校に、はい、例えばスポーツ何でもいいですね、はいはい、野球、サッカー、別にテニス、バスケ何でもいいですよ、はい、中学生で陸上、あ、僕ら入ったんですけど、はい、中1の夏って、はい、ちゃんとやったやつと、はい、全然サボったやつで、もう夏休みは飽きた、秋の大会からもう差出るもんね。あ、なるほど、確かにそうですね。中学の確かに、それ別に陸上以外でも、まあ、野球とかサッカーみたいに小学校からやってる子らはちょっと置いといて、はい、これが中学2年だったら男の子は特に成長してくるから、はい、そうです ね、 ね、女の子は結構成長早かったりする子多いけど、男の子はなんか中2の夏でグラッともう一気に伸びて、ヒゲとか出てくるからね、ヒゲとか。僕は中2の夏やって伸びたのが伸びたんだ。中2の夏終わって秋に
枚方で全然勝てへんかった人間が、はいはい、北川大会で枚方寝屋が肩の門真、はい、森口の大会があんねんけど、はい、これでいきなり決勝で3番入った100秋の大会 で自分でびっくりして、それまで枚方でも勝てへんかった。だから僕も中2の夏なんですよ。終わってからやろ。終わってからなんですよ。いや夏ってやっぱめちゃくちゃポイントなんですよ、ね、ほんまに。で僕ね、息子が陸上部中学入った時に、はいはいはい、中1の夏では勝ててんねん、はいはいはい、ね、ほんで108段の階段ダッシュとかやってんだけど、はいはい、中2の夏でお前もう僕に勝てんかったらもう絶対あかんでと、はいはいはい、中2の夏が勝負やでって言ったら、もうやっぱ中2の秋にはもう完全に負けてたもん。おもう完全に負けたもん。はあ、でも親としては嬉しかったよ。はいはいはい、ここで抜いてくれへんかったら、もうこいつあかんわ、超えていってくれたなみたいな。うん、ほんまポイント夏なんです。夏やね。なるほど、うん、おじさんたちにも当てはまるんですね、はい、これは戦うんでしょ、はい、ほんま強なるチャンスなんですよ、うん、はい、やっぱこの気候的にもね、強なる気候ですよ、過酷な環境がここで頑張れるかどうかは、はい、